はい、それではね、まあ久々のカフェとの2人実況ということで、今回やっていくのはこちらの、まあスマブラ 64X デラックスとやって、うん、まあ俺たちの原点帰ってきました、スマブラ 4WiiU。 これ5年前だよ、もう。いやそんな時間経ったか、ね、これが5年前って思うと、俺たち、まあ両方ともね、スマブラの 3DS ぐらいから、うん、まあニコニコ動画でね、俺はゆっくり実況で、カフェは生放送、俺生放送やってたから、まあ俺たちの原点って言えば原点なんだけど、そうですよね、まあ、気づけばもうすでに5年経っていると、ちょっとあっという間だね、衝撃の事実で。でもう一つ思ったのが、はい、まあ、スマブラをガッツやる上において、うん、ハンジョとキュウちゃんいらねえやと思った。ボロカス言いますね。あの二人はもう俺たちの戦いにはこっからはついてこれない。まあさすがにちょっと Wii U は俺たち二人やってますから。そう。なんで、まあ、キュウちゃんとかは、まあ、今俺の隣の部屋にいるんですけど、今回はちょっと除名して二人実況、はい、ガチガチのバトル、ガチガチのバトルやっていこうと思います。でオープニングはちょっと長いんで飛ばすんですけど、ディスクがですね、はい、ディスクも Wii U も俺両方壊れてて、まあ、わざわざブックオフで新しいディスク買ってきたんですけど、はい、めちゃくちゃ読み込みが遅いんですよね。なんかフリーズするんですよね。こんな右下の遅いローリング見たことありますか？おかしいですよ、別にオンラインじゃないですから、オフラインですよね今。まあこういうところも Wii U の魅力と。なるほどなるほど。そうだから、いかに今スペシャルをやってる人たちは、はい、もうローリングが早くなったか、快適で快適なゲームになったかってところを分かってほしい。まあ確かに。で今回のまあ、何をやっていくかというと、はい、まあ、普通に戦うのもいいんですが、普通に戦うだけだと今のねスペシャルの劣化みたいになっちゃうんで、まあね、戦闘システムが、はい、なので今回は、まあ、カスタマイズマッチと、あと 3DS にしかない伝説モード、フィールドスマッシュっていう、あ、ありましたね、そうカービィのエアライドを催したモードがあるんですよ、はいはいはい、それをやっていこうかなと思うんですが、とりあえずまずは普通に、まあ、一発は一発目操作感を確認するために戦ってみましょうか。へい、それでね、もう懐かしいわ、リザードンしかいないのがポケモントレーナーじゃない。いや今思うと本当キャラ増えたな。お前メインリザードンだったけど、まさかのねポケモントレーナーにスペシャルで、ね、なってしまったことによって弱体化するっていう、ね、リストラされてしまって、あ、戦場になったけどいい、終点じゃなくて、あ、まあ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 終点か戦場だったら、終点にすると止まるんですよね僕のディスクなんかバグって。本体名保存メモリーが破損していますって言って、まあ、さあクラウドのこのクールの長さを見てください。唯一強化されたキャラクター、アイテムあり。 4BU 時代はベヨネッタクラウドを無双してましたからね。飛ばせねえよ。いや多分いらねえある。飛び方がまず遅いよねこれ。今とのさ一番のさ違う点って、少女も攻撃と同時にさ出せないから、今のあれに慣れちゃってるからさ、むずいよね。ちょっとやってた時は普通に少女でやってたんですけど、もう慣れが今のスペシャルバージョンになっちゃってるから、さすがに出して。さすがでしょ、さすがでしょ、危ない危ない危ない、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと来ないでも聞け、来ないでも、はい、フレドラが青、なんかめちゃくちゃ溜まってるんだけど、フレドラが青い、この頃のフレドラ青いんですよ、最初の出始め、なんか色変わりました、そう、今赤になっちゃって、アシストも増えたよな、相当多分。アシストは、なんか X やった時リセットさんとか見たことないやつおったけど、あ、でもこいつはいるよね。で、俺はこの、なんとリミットゲージが減らない。やばくね、永遠に足が速いまま機動力強化されたのか。いったー、強化されたんじゃないよ、これ弱体化されたのか。この頃はさあ、お前をまず考えていって、はい、競技入れていく、あ、マスターボールくれ俺にも、はい、マスターボール当てて、はい、メーテオ一発。あ、待って、マスターボール跳ね返しちゃった、どっか、なんだ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 、好きしかない、好きしかない。やばいやばいやばい、死ぬか、いや、知らないか、飛び方ぬるってしてんだよ、確かに死ぬ感じしないよね。いきなり終わってしまうから、マジ気をつけたいな。リミットゲージを。ああ、やばい。マジか、死ぬのか。取るか、取るか、取るか。いや、これまだ取りたくない。取るか。じゃあ取らせてもらいます。やばいんだが。だからお前このフェードラン強いから。ああ、なんだこれ。ハンマー最強かよ。岩倉だけ見せてくれよ。お前タイミングなかったわ。岩倉だけ見せてくれよ。あまりも使ってこなかった SP で。ということで、まあこれのカスタマイズ戦をちょっと次からやりましょうか。なるほどですね。でカスタマイズ戦っていうのが、はい、技が違うんですよ。みんな B 技がミーファイターみたいな感じで。ああ、なるほど。でそれ頑張って、まあ、出してきたんで。あ、本当ですか。うん、じゃあ自分カスタムさせていただいていいってことで。いや、もう元からカスタム組まれてるんで、組まれてるんで、それをちょっと使ってみてください。大丈夫かな。さあそれでは技をカスタマイズしてきました。いや俺分からんのだけど、どんなカスタマイズされてるな、早くね。なんか早すぎるだろ、なんか技ってきた。いや、なんかえっ、ねえ、ちっちゃくねえ。違う違う、炎の牙だよ、炎の牙。なんだこれ。お前 B 技試してみて、いろいろと。ちょっと待って、炎バッチ小さいし、岩砕き岩出ないんだよ。それ何これ、ヘッドバットから、ヘッドバット、ヘッドバット。なんで岩ないんだよお前、メインじゃねえのかこれ。フレアドライブ強い、フレアドライブ本当。うん、ブラストバーン。ブラストバーンです。お前飛ばなすぎだろこれ。相手に当てれねえ。うわおい帰れねえんだけど。お前のゴリラに何だよ。
おかしいだろ、いろいろ。やばいやばいやばい。ゴリラはこれね、ウェビーが最強なんですよね。ウェビー止められねえから、お前露骨に。いや、ウェビーも弱ん、俺のリゾートリザードなリゾートみたいな。いや、適当にカスタマイズしすぎて正義ができない。やばい、これ助けてくれ、助けてくれ。わーはーこれ、ね、これ相手吸い込むんですよ、これ全部。いや、いったハンマー使おう。あー、いいですね。これでちょっとこれね、ヘッドバットもね、浮くからこういう風に。いや、すごい。あー、ちょっとお前、ローラッツなんかおかしいって。ちょっと、魔界入れしすぎて。挙動やばすぎるだろ。お前、弱くしすぎだろ、俺のリザード。え、でもカフェ用に、一応サムスとガノンドルフも使えるかなと思って、他のキャラもそう、カスタマイズしてある。ちょっとじゃあ力違うやつ使ってみてよ。サムス使ってみてよ、サムス。じゃあリザードは二度と使えないレベルですね。で、残念ながら今回はさっきも言った通り、戦場以外のステージは選べないと。まあ戦場はまだね、あのスタンダードの。そう、戦場がまだできなかった。なんかダメージ食らってるけど。そういう仕様。そういう仕様です。なんだそれ。おい。え、また。おお。おお。なんでなんか弾出ないんだけど俺のサムス。貯めて貯めて。え？ちゃんと貯めなきゃ。貯まるんだ。長押しか。貯まる貯まる。びっくりした。え？何今の、どういうこと、マジで意味わからん。何これ一応出てんの、近距離じゃない、見えない球とか。違う違う、近距離よ。いや、近距離で当てるとすごい。え、ちょっとこのやつも試すか。もうバカするから、ドーン埋まりすぎだろ。あ、よかった、下 B はちゃんとあるわ、まだ。うわ、俺もね、これ。あー、横ミサイルはちゃんと出てる。はいや、なんだこれ。はいや、球、何これ。カスタムステってこんなんだっけ。おもろいわ、ちょっとカスタム戦流行らせたいな、これ逆に。これウルフのブラスターだから、これ。ちゃんとね、ウルフの横見とかもあったよ、ウルフラッシュって言って。あ、残ってるんだよ、カスタムで。謎に爆発する横見にするけど。え、これ B 以外なんかカスタムされてんの。いや、それ以外はなんか移動速度とか攻撃の強さとか変わってるよ、割と。なるほど。そう、やばそう、それただヒットじゃないから。なるほどね、一発当たったら、一発当たったら死ぬ。いや、強いよ。まあ普通にまずは取っていって。いや、ちょっとここで勝ちたい。あ、てか、スマッシュボールもちゃんとあるんだけど。ある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 。スマッシュボールの切れだってこいつらは変わってないかな。多分まあ打つ系なんじゃないか。来た、来た、いや、そうか。あ、くそ。俺ウェビーが、いや俺のウェビー舐めない。うわっ、いてぇ。俺ウェビー蹴んでる。これリフレクもね、ちょっと巨大なんですよ。はい、でかいでかい。なんか相手がね、吹き飛ばす効果があるんですよ。いけ、ミサイル。俺の方が短足早い、多分。おい、来いよ。なんかこれ跳ね返せないんだよ。跳ね返してないで、跳ね返す能力を失った感じか。惜しい、食らいすぎた。40くらい入るんだけど。あ、いやいやいや、やば。全員攻撃型のカスタマイズしてるからね、多分ね、火力がやばい、みんな。うわ、やったやったやった。ゼロ距離射撃、これ当てたい、極力近くで。それクーダーで当てたら熱いよ、それ。え、そのさ、君 30% 溜まってるの何。わからん、なんか 30% 溜まってる感じに多分何か能力アップしてる。何を犠牲にして何が強くなる。多分速度がアップしてんのかな。あー、なるほど。当てていってダメージが溜まっていく。やし、さあダメージが溜まっていく。やばいダメージが溜まっていく。高くね、だめ。ダメージが溜まっていく。ダメージ高くね、それ。ちょっと待って、おかしくね。やば。空中で何回でも回避できるんだから、ちゃんと回避しないと。感覚がおもれえな、カスタマイズ戦ちょっと。思いのほか面白いな。なんか露骨に俺の使うキャラ弱くなってる。いや、でもガノンはさすがに強い。あ、ほんと？ガノンだって元のさ、技が弱いやん。まあ確かにね。そう、だからそれよりは強くなってたはず。俺あとなんかカスタマイズしたかな。あ、俺なんかルイージとかもカスタマイズしたんだよ。あー、そう。この速いテンポが、なんか試合テンポが目まぐるしいんですよ。試合テンポが早い。 SP よりも早いものあると。いや、だからガノンあれだよ、そもそも、うん、あのスマッシュ全部違う今の時代と。あ、確かに剣とかなかった。剣ない。それ上様とかさ、あと好きない上様だ。あ、ほんとだ。それ上様ぶっぱしてたもん。そう、あ、ほんとだ、やば。で、剣なかった時代なんだけど剣使えると。 B をしてみ、やば。剣あるから、そういう刺し方。剣があるんですよ。あ、そんなあれなんだ。横 B は、あ、横 B 一緒だね。いや、横 B やってみて。待って、下 B マジ意味わからん。かっこよすぎ、下 B。 下 B かっこよすぎ、それは。え、こんなカスタムあれなんだね、なんか技の卓が。横 B 俺に当ててみて。もう上に飛んでる。バグじゃん、バグ。チート疑うんだから。上に飛んでく。いや、出すぎだろ、これ。あと、あ、まあ、上 B は多分そんな変わってないかな。なるほど。もう、ルイージのないこれ。氷でしょ、僕ら。いや、凍るからこれ。遅くね、当たらんだろ、そんなの。いや、いった、飛んできた。高速だから、レイジさんの上飛んだ時。待て、やばいやばい。いった、おめでとう、助かった。飛びすぎ、飛びすぎ、飛びすぎ。頑張り、イーブ。ジュワー、めっちゃ飛ぶからこれ。これ当てる。あー、もう普通にやられた。あ、まだ耐える、まだ耐える。ドラグーンを持ってないんだ。
ちょっと飛びすぎて機動力がこれね、ふとばさなんですよ。ルイージのもともとそうだっけ。いや違う、そんな、はい、最初押してね。いや早いって。ダメージ、いやダメージ食らってなくても飛ぶの、そんなにやばすぎだろ。ルイージの上火怖いでしょ。すごいドコーン。いや、上らねえのそれ。上らんの知らないんだよ。下方向に当たる判定あるから。初めて見たの。そんな話じゃないよ。このルイージを止めてくれよ。止めてくれルイージ。あー、これかかっと、待って、これ、待って、一回目掴みたい。それ掴み判定ないよ。なんだこれ、わかんない。詐欺じゃねえかよ、掴み判定もないとか。掴み判定ないのに、一丁前に攻撃判定だけ残ってるっていう。弱がの。全然強くなかった。ちょ、カスタマイズ戦一瞬で終わりすぎて。いや、ゲームスピードが100倍ぐらいになってるって。お前これね、カスタマイズちなみに、どうやって俺が出したかというと、これもね、はい、多分いやカメとか見たことないかもしれない。実はこのゲーム、これコレクションの、はいはいはい、あ、名作トリアルとかやったことある？いや、あ、ないわ。あ、まあ、そういうのもあるんだけど、これやらないと出せない。いや、それとはね、また別にね、このフィギュアから、はい、フィギュア話っていうのがあるんです。何ですかそれ。これ俺なんかシンプルとかでも出せるんだけど、世界戦闘力あるじゃん。そう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 。ただ俺の場合なんかアドベンチャーモードとか全部できなかったんで。何これ。だから俺もこれやるしかなくて、はいはいはい、これちょっと、まあ多分衝撃を受けるよ。こんな面白いものがあるのかって。あー、なんか見た記憶あるわ。こんなあったな。落ちてくるやつをこれね、ずっとね、永遠と投げるんですよ。え、もしかしてこれやらないとカスタム増やせないの？いや、これをやってちょっとまあ見とき、はいはい、どんぐらいカスタム出すのがだるいかっていうと、俺だって今のさっきのキャラ出すだけで昨日6時間かかったからね。でもフィーバーになったら降ってくるんですよ、これいっぱい。あー、いっぱい降ってきてる。いっぱい降ってきてるから、まあ、これをね、この下火でドンキが一番回収強くて。あ、破壊しやすいんだ。うん、あ、でも1個落ちてきたじゃん。あ、あれカスタム、あれが別にカスタム技じゃないんだよ、これ。え、なんだ。これが、カスタマイズパーツだから。あー、 技以外もめっちゃあるんだよ。はいはいはい。だからこれで、あ、これほらヨッシーのぴょんぴょん卵っていって。あ、これでも必殺技なんだ。そう、でこれニューって書いてあるじゃん、はい、何がやばいってこれ被るんだよ。同じやつ何個も出てくるの。え、しかもキャラ選べないってこと？選べない。いや、やばで、めっちゃたまたま今はぴょんぴょん卵出たからいいけど、うん、普通はステータスアップ系のなんか1000個ぐらいあるんだよ、ステータスアップ系のアイテムが。それになる。なるほどね。そう、ちょっと流行りづらかったのかなっていう。もうちょっと壊れなカスタマイズ技が多すぎてあんまリストされちゃったのかなっていう感じですね。じゃあちょっと最後に、まあ、さっき言った通りね、フィールドスマッシュ 3DS でしょ、しかも 3DS 版できるんですか。やっていきましょうか。なるほど。はい、それではね、3DS バージョンやっていきましょうか。まさかの、いや、なんか唐突にね、3DS を2つ持ち出してきて縦画面になってますから。いや、なんかね、あの画面の配置的にこれがちょうどいいかなと思って。なるほど。でもローカル通信してるんですよ。しますね。で、OK ボタン押してみて。進めていいですか、じゃあ。進めていいよ。いや、俺このね、フィールドスマッシュっていうのはなんか新しい何かしらね、いい仕様が加わって、はいはいはい、まあ俺すごい期待してたんだよね、このモード。ああ、まあでもなんか話題だったけどね、最初ね。そうだって、あの桜井さんがカービィのエアライトのシートレールを催して作りましたって言ってやったから。そうそうそう、神ゲーですよ。神ゲーなはずなんだけど、まあカービィ俺やったことある、ちなみに。あ、一応ある、だいぶ昔に。そう、ほんと。で、どん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 、そう、まずは、あ、大丈夫、さ、あのさっきのリザードってやって舐めたカスタマイズしないから。あ、で、これあれか、あの本当にエアライトと一緒で敵倒して、そうそう、アイテムとかをどんどん集めていって、で最終的にバトルして勝つっていう。なるほど、なるほど。じゃあどんだけ強くできるかが試されるそうで、下画面になんかいろいろとあるでしょ、俺がカスタマイズしたやつが。画面ちょっと小さくて見えねえ。下画面をそれちょっとなんかタッチしてみに、好きなの。回復、あ、そう、回復は回復したり、 あとそのパワーボムとかテレポートとかもいろいろ活用しながらやっていくの、はいはい、なるほどね。で、これでこれだけ見たらさ、うん、割と神ゲーじゃん。いや、もうエアライトと一緒じゃん。俺これ結構ね、友達とやってたんだけど、うん、エアライトと何が違うって、これ平行世界にいるんだよね。あれ、MK いないの今。俺、だからみんなで邪魔しちゃって殺しちゃうゲームなのかなと思ったら、まさかの平行世界なんですよ。なるほどな。だから、これやってる最中は、まあでも逆に、殺し合い好きじゃないみたいな人にはいいモードなのかもしれない。一周回って。まあ 3DS だし、その、初心者の方も。そう、俺みたいに友達殺したいみたいな、そういうやつは、なるほどね。ちょっとね、カービィのエアライドみたいなシステムのが好きなんですけど。なるほど、なるほど。で、これは5分間ガン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 アイテム集めていってって感じ。俺の視点だけど大丈夫かな。順調ですか。いや、まだ意外と、うん、やってる、わりかし。あ、意外とやってる。そう、あの結構強いモンスターとかもいるから頑張って探して。あ、なんかいるらしいよね。うん、そう、今ね、順調にいろんなやつと巡り合ってる。うん、流星とか使ってみろって。ハイジャンプとか流星とかお待ちしましたね。流星なんだ。おーなんだこれ。
強い強い強いそういうのを活用するんですよ。はいはいはい。これでも回数限られてなくなっちゃうの。そうだけど、まあ、使わないよりは使った方がマシだから。ああなるほどね、うん、パワーボムなんだろう。アイテムはあれだ、カスタマイズ技だ。そうこれのおかげでカスタマイズ技すげえ集めやすかったんだよ。ああはいはいはい、なるほど。ただ Wii U 版にこれはないからカスタマイズ技が全然ないっていう。なるほどね。あ、いった。なんかね即死してくるやついるよこれ。即死、即死させられんの。即死させてくるやつ。なんか俺何のキャラなんだろう。俺見たことなかったけど。お前死んだ。死んだ。クリトだけで死んだ。やば、消滅消滅消滅。待って待って、なんかやばいやばい、エッグマンみたいなのに。やばいやばいやばい、エッグマンみたいな。おい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 、やめろって言ったな。エッグマンやめろ。オーケー、じゃあ俺が今稼いでしまえば。順調順調順調。あ、イベント今ならジャンプが成長しやすい。そう、これに定期的にイベントも入るんですよ。今どうなってるのこのビックリマークのイベント。これはなんかジャンプのあれがゲットしやすいっていうか、敵倒したらジャンプ系のアイテムがめっちゃゲットできる。ボンカーするにボコボコにされてる。あ、でも続きまだある。え、MK 終わった。あ、いや、これ死んでもアイテム減るだけ。行こう、下から行こう。広いよね。広い、めっちゃ広い。やば、なんか変な怖いやついる。何これ、キモい。あ、オールじゃん。オール、あ、全部上がるやつか。そう、めっちゃいい。あれだね、なんかレアなやつ倒したんじゃない。なんかね、ムーミンから出てくるキャラクターいた、なんか白いやつ。ムーミンコラボ元ネタマジなんかむずそうだよな。ポケモンとかでも、なんでお前フリージョとかいるんだよ、なんでお前がおるねみたいな謎の。あ、いや強いぞ、いいね、いいね。早くお前、俺も強化考えましたから、お前早く探せって。お前ボスモンスターそのキングクルールみたいなの使わなくていいからもう見た見た、さっきそいつらも違うとこ行け、違うとこ。早く急げ急げ。プラズマボンカース、はボンカース、ボンカース強かった。ちょ、ボンカース以外見るんじゃない。ボス上の方とかもね、ガンガンいけるよ。こっち行こう。もう前あいつばっかだ。エッグマン似たような敵しかいねお前の視点。上行け上行け。こっち行こう。あと30秒あと30秒。あ、なんか神殿みたいなとこ来た。あ、いいぞいいぞ。あ、なんかボスいそうじゃない。あ、でもあ、まだ上行ける、まだ上行ける、まだ上行ける。広っ。で、ほんともう全然ジャンプ上がってねえじゃん。機動力なくね、なんか。あ、おかしい。急いで急いで。結構やったんだけどな。でも結構ジャンプで天空が見えてきた、天空が見えてきた。あ、いけるいける、まだいける、まだいける、まだいける。上、最上階。あ、車いる、車。車倒せ、車倒せ。ボスなんじゃない。車倒せ、ゴースいる、ゴース。倒せ、倒せ、早く。車を回す。あと10秒しかない、10秒しかない。ゴースやる、ゴース。ゴースね、車倒せ。車倒せ。うわー、違和感だけ見せろ。違和感だけ見せろ。違和感だけ。うわくっそー。こういうボス戦は違和感だけクソ強いんだよ。ボス戦とか敵戦は全部砕いたやつもヒットするから。アーマー的に。で、これで最後に。意外とまあまあ。けど見てみ、俺の。移動とか826だよ。俺だって後半1分操作してないのに。やば。826? なんだこれ。だからもしレースとかもあるんだよ、これミニゲーム。ああ。仮にレースが出てきたら、もう俺みんな置き去りにするよ。じゃあランダムですか、何か。ランダム。さあ、レディーボタンを。押してください。何が来るか。しかもコンピューターいんのか。あ、登れか。あー、落ちて登れはまずい。あ、じゃあジャンプが重要になってくるんだな。でも俺ただジャンプはリザードンとか有利なんだよね、これ。いや、いけますよ。ただ攻撃してもいいってことだよね。攻撃してもいい、攻撃してもいい。だから相手をメテオしたら相手をどんどんね、殴って あれなんかえ、どうしたよ、見て。え、あれえあれだ、モヤットボールみたいなの触れたら消滅する。あれえ、生き返る。生き返る、生き返る。おー、びっくりした。一回だけど、ちょっと待って待って。おい、コンピューターに負けるぞ。いやいや、追いついてるから俺。ほんと?いける？あ、近い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 。追いついてるところか、お前。あ、むずいんだ。お前、あ、やめろやめろ。あ、お前、うまいんだけど。あ、まじ。コンピューター、ゼロセンスダンスが早すぎる。バリ早い、そいつ。やばい。マジ早い、あいつ。やばいって。これ、ゴールとかあるのか、それとも一番先にの。いや、あると思う。あ、オッケー、ゼロセンスだ。なんか上からめっちゃボム打ってくる。なんか敵も現れてくるんじゃない。あ、そうそうそう。あ、上からボム撃ってくるやつだ。お前、もう俺ここで待ってていいわ、多分。お前どこだよ。お前もう追いついてこれない。ちょっと待って、やべえリザードン。多段ジャンプある。多段なのにジャンプ力ない。全然追いついてこないけど。おい、どこにいんだよ。お前。いや、ちょっとあんま稼げんかったな。むずかったな、惜しかった。最終結果がマリオの勝ちと。いや、万能なんだよな、マリオは。そもそもこれ 3DS もちょっと面白いね。いや、ちょっともう一回やりたいわ。あ、じゃあ俺そっち側やるわ。あ、ちょっと俺今度してんですやるわ。別のルールとかもさ、あるんでしょ。はい、ラストね、ちょっと泣きの一回ということで。カフェが、まあ、してんですだと緊張しちゃうからと。まあそうなんすよ。ということで、まあ逆にね。それでもう負けたらもう言い訳はいかないからね。まあ確かにね。さあ、で今回は、まあ、このソニック、はい、移動速度が速いキャラがやっぱ一番こういうゲームって向いてるんですよ、アドベンチャー系って。まあ確かに。そう、ソニックとかなんかかなり溜めれそうだもんね。でもね、俺さっき思ったわ、俺カスタマイズありでやってたから結構こっちのキャラ強かった気がする。これカフェの方ね、雑魚だよ。そう、雑魚データだったから。なんかリザードンの動きとか遅かったもんな。またどか、普通のどかすやばいな。むずくね。
あ、宝箱にね、あの扮しためっちゃ気持ち悪いキャラとかいるから、そういうの探してみてミミックとかいるってことでしょ。ミミックいる、ミミックいる。いや、むずー。あ、俺カスタマイズ出したからあれだ。でもさっきと違ってあれがない、なんだっけ、アピールサンダーとかローリングサンダーとか、あー、技がないね。何もない。まあでもそれ技ゴミだからいいでしょ。いや、技強いんだって、あれ。本当は技めっちゃ強いんだからね、あれ。あ、天空に来たんだ。このゴメがずっと打ってくるの何。ゴメ強いんだよね。なんかキモい敵来た。なんだこれ。あ、待って、なんか違う扉への世界の入り口ある。悪の下みたいな感じで、なんか昨日見ろ。ワープできんのかね。あ、ミニゲームみたいな。あ、るあるあるある。なるほど。これクリアしたら多分もらえるんだ。あ、で、このケーキみたいなやつは倒したらなんかいいアイテムもらえた気がする。あ、これ10文字爆弾自分で使えってことか。なるほどね。こうやってガン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 。なんで優しいじゃん。生き延びれなかったMKR が2個目の宝箱を MKR がやられちゃったって出てる。そうね、ちゃんとね、あのリアルタイムで他の人にも落としに。あ、出た、エンダーマン来た。こいつがね、じゃあなんか爆発性、なんかなかなか強いやつだから、こうやってちょっと待って待って、やばすぎやばすぎ。攻撃をかましていって倒すと、これね、いっぱいアイテムが出ますよと。いや、スターマンバカ強いんだが。マップをチェック、秘密の部屋がオープン。あ、マップ下画面タッチしたらなんか出てくるわ。あ、なるほどなるほど。俺ちょっと画面の関係ちょっと小さすぎて、あー本当だ、見えづらいんだけど、なんかあるな、ね、秘密の部屋らしきものが。MK との位置もわかるよ、これ。ほんと、あ、みんなの位置、ね、平行世界にいるけど、一応巡り合うような場所にはいますよっていう。なるほど、ね、これでね、殴り合えたらマジで面白かったんだけど。ちょっと、秘密の部屋、一丁。あ、宝箱3つある。え、ほんと、やばいやばいやばい、めっちゃ強かった。行くの早くない？そんなすぐ行けた。うん、ソニックだからね、なんですけど。確かに移動速度が全てのゲームは、キラーが大量出現。あ、これ、あれか、イベントか。痛い、キラー痛い。キラー多い。キラー多い。やけくそのイベントやめてほしいわ、マジで。キラーもね、武藤攻撃で倒せるから。お前サムスなら遠距離攻撃で倒せる。でもソニック俺早すぎて制御不可能なんだけど。カメ、俺の画面見て。あ、ちょっと待って。やば、お前さっきもっと早かったんだけど。紹介しすぎだろ。やばい、俺カスタムできんのこれ。ちょっと見てもらいたいですね、最後。ほら、俺ここ、あ、オーラル、すごい、空中の楽園みたいなとこ来た。いいアイテムあんのか。ただ買い方わからん、こっちね。何ここ。あ、なるほど、こっちから帰るんだ。あ、楽しい。待って、フィールドスマッシュ思った以上に楽しいぞこれ。いや、もう楽しい。頑張れ俺。あ、これ落ちてどうなんのこれ。わかんねえな。何も分かんない。やばい、終わってしまう。あ、いや、行った。いやー、まあでも、いや、最後死んでるアイテム落としたの言ってえな俺。いやー、これどんなもんだパラメータ。まあさっきより低いかもしれないけど、バランス的には割と。うわ、ガチ乱闘かよ。うわ、乱闘ってストックか。バトルロイヤルだからストックかな。生き残りケースか。生き残り系だったらあるけど、コンピューターのなんか育ちようが異常なんだよな。いや、何これ、どっちだこれ。ソニック無駄に2体いるせいで分かりづらい。ストックあんのか。ストックない。なんか待って、 3DS のスマブラをやるってだけで違和感が。でもあれだ、1分しかない時間。違和感がやばい。なんだこの1分。とりあえずお前殺す。いや、やめろ。時間があれだよ。いや、待って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 、やった、やった、勝った。あ、でもまだ1回あった。お前死ね、お前死ね、わしらだー。クソみたいになんなかった。やった、ちょ、死んでくれ、頼む、うらどうだったこれ。しょうもね。勝ったか。うおー。俺の勝ちだー。1分1分のストックでしょうもねーよ。4位2位イエーイ。まあこんな感じでね、面白いモードも一応過去のスマブラにはありますよと。いや、神ゲーでしたこれ、はい、これちょっと新作でね、桜井さんよかったら、これみんな平行世界じゃなくて同じ世界に広まってるフィールドスマッシュを期待してるんで、楽しみにします、はい、新作。じゃあ次はスマブラスペシャルで会いましょう。イエーイ。